ジョン・バイロンの肖像画バイロンの探検航路ジョン・バイロンはイギリス海軍の士官である。1764年から1766年にかけてドルフィン号などを率いて世界一周航海を行った。たびたび公転に見舞われたことからファウルウェザー・ジャックの異名を持つ第四代バイロン男爵ウィリアム・バイロンの次男に生まれた。1731年に イギリス海軍に入り、1740年士官候補生として、ジョージアンソンの率いる世界一修航海を行った艦隊のウェイジャー号に乗船した。ウェイジャー号は1741年5月、パタゴニア沖で難破し、バイロンは苦闘の末に帰還した。この時の経験は後に、ジョン・バイロン閣下の物語として出版され、公表を受け版を重ねた。 海洋冒険小説家のパトリック・オブライアンの小説、知られざる岸辺もバイロンの記録によっている。1748年にフリゲート艦再連合の船長になり、7年戦争では1760年に、その2年前、イギリス軍が占領したカナダにあるルイブール要塞を破壊するイギリス軍工兵隊を指揮するなどの任務を果たした。1764年からに、 ドルフィン号の船長として、アフリカ。太平洋では、トゥアモト諸島のキング・ジョージ島やトケラウ諸島、ギルバート諸島などの太平洋の島々で重要な発見をして、1766年に帰還した。初めて2年以内で達成した、世界一周航海となった。南太平洋海域の魅力と重要性を力説し、その後のウォーリス。 カートレットの探検航海の実現に貢献した。1769年からニューファンドランドの総督を務め、1775年3月31日に海軍少将となり、1778年1月29日に中将となった。アメリカ独立戦争中の1778年と1779年に西インド諸島のイギリス艦隊の司令官を務めた。 1779年7月のグレナダの海戦でフランス艦隊と戦った。息子のジョン、マッドジャック・バイロンは陸軍士官であったが35歳で没した。バイロン弾射位を継いだその息子が有名な詩人のジョージ・ゴードン・バイロンである。ありがとうございます。